こんばんは、金之助でございます。
人影まばらな小さな店の片隅に置かれたマイクスタンド、世間知らずのギター弾き、わびしく響く長い夜、昨日と何も変わらぬ暮らし、見上げたライトに明日を探す、夜に浮かんだ薄明かり、グラスに注ぎ飲み干した、不器用なほどに下手くそな生き方、愛想笑いの言葉もなくて、だけど精一杯前を向いて、それが僕のスタイル、それが僕のスタイル。乗せた心の歌も飛び交う声にかき消され、その場しのぎのギター弾き、虚しく響く長街に背を向けて、見上げた明日に月のかけら、風に吹かれて次の街、夢を探して旅の続き、不器用なほどに下手くそな生き方、愛想笑いの言葉もなくて、だけど精一杯前を向いて、それが僕のスタイル、それが僕のスタイル。生き方、愛想笑いの言葉もなくて、だけど精一杯前を向いて、それが僕のスタイル、それが僕のスタイル。
一人の部屋冷めてく夢すべてが消え去る確かに今闇の中から声が聞こえる冷たい雨凍りついた言葉を探して問いかけても答えは出ず闇に震える時が流れゆく確かに今闇の中から声が聞こえる確かに今闇の中から声が聞こえる
今日は喋らんよ。人間なんていい加減だよね。あいつがいいか悪いかあの話を持ちかけて言いこぶってる愚か者。風が吹いたら立ち止まり、雨が降ったら身を隠し、嵐が来たなら知らぬふり。見事なもんだ身のこなし。世間じゃそいつはいいやつで、ぼんやり知ってるといつの間にや赤信号。まで世の中渡っても、この先見えない物語、あんたの頭じゃ無理だよ。答えが知りたいよ、出直しな。加減だよね。血が好きとか嫌いとか、偉い人にでもなったように後ろ指さす愚か者。心の中は空っぽで、足元ふらつく崖っぷち。なんとかそれでも生きてりゃいいさ。見事なもんだね、身のこなし。世間じゃそいついいやつで、ぼんやりしてるといつの間にやら赤信号。頭で世の中渡っても、この先見えない物語がある。あんたの頭じゃ無理だよね。答えが知りたいが出直しな。世間じゃそいつはいいやつで、ぼんやり知ってるといつの間にやら赤信号。世の中渡っても、この先見えないものがある。あんたの頭じゃ無理だよね。答えが知りたいが出直しな。今日は喋らんよまあいつも金之助も金之助はね、喋るっていうふうに、まあ、皆さんが思ってるからね、今日は喋らん。あれどうしたの金之助、今日喋らないの。ごめんね、薬をちょっとね今日はね。いやいや大丈夫ですよ、あの陽性反応出てませんからね、あの出てませんから大丈夫ですから。ああ心配なく心配なく、本当にもねえ、誰が心配なのかよくわからんけどさ。いやでもね今日はね、ありがとうございます。もう本当にお久しぶりでございます。こちらアルテ酒山さんの方でね、ライブができるということで本当に感謝してるわけでございます。何年ぶりも、もう3年ぐらいになっちゃったかな。
去年やったね。もう近かったね、それ考えたら。ねえ、毎回来てるわけでございますね。でも本当に、でも本当さ、ありがたいことに、今回は、ね、また東京から、ね、ミュージシャンを招いてですね、こちらでライブができるということで、まあ今日は今回は、今日はというか今回は 2days、今日と明日、明日またね、またずっと離れましてね、嘉手納の方でちょっとやるんですけどもね、嘉手納もまた面白いディープな街でございますから、まあその東京のね、今日来てくれた、その東京から来てくれた方がどういう反応するかとっても楽しみでございますけどもね、大丈夫ですよ、お客さんはね少なくてもね、一人でね3名分ぐらいね盛り上がりますから、すごいんでございます。いやいや、でも本当今日は湯の峰さん初めて今日僕歌聞いたけどさ、なんですごいじゃない、あんがもうね、なんかいいじゃないですか、これからぜひ金之助と一緒に、全国回らんかな。ただ仕事を辞めなきゃいけなくなるよ、いいかい。でギャラは多分2000円ぐらいだけどいいかな。ねえ、なかなか難しいわけでございます。今回は、今回はっていうかね、10月11月金之助は、2016金之助ライブツアーということで、全国をずっと回ってきましてね、まあ楽しかった。もちろん神戸の方から回りまして、そこから広島行ったりね、島根行ったり、まあ札幌、それから東京、まあ、あちこちも行かせてもらいまして、そこで今回ね、また後で出てきますけどね、春木堂バンド、まあ素晴らしいミュージシャンでございますよ。今日見てね、多分ねびっくりすると思う。あ、びっくり、もしかして明日の方がびっくりするかもしれないけど、今日はね生徒派で多分攻めるかもしれない。なんでかって、こっち尻だからかな。うん、知りだからかな。まあ、いやでも本当ね、最後まで楽しんでもらいたいと思いますけどもね。いやでも本当今日は、こういう3組でねちょっとね楽しんでみようということで、企画をしました。絆ライブということで、させてもらいましたけどもね、まあこれからこういう感じでずっとなんかいろんな、全国のミュージシャンを呼びながら、まあ、あちこち沖縄でねライブができたらいいなと本当思っておりまして、で今回が初っていうか、まあ、東京の方を呼んで、ね、前回僕は東京でお世話になったんでね、今回は僕が沖縄でお世話する。いや別にお世話するって下の世話するわけじゃないんだけど、もう思い切りね楽しんでみたいと思いますけどもね、今日明日と楽しんでみたいと思いますが、で金之助は今日はですから、あ、喋るでしょやっぱり。本当はね歌いたくないんだよね、喋りたいんだよねっていうか、お酒飲みたいんだよね、いいかい。本当ね今日はね、そうそう、それを忘れちゃダメ。金之助のライブっていうか、金之助いつも歌うときはねいつも乾杯するわけでございましてね、また本当にもう皆さんとね、もう思い出の、今日はもう本当に今日という日は今日しかありませんからね、ぜひともね皆さんとね乾杯したいね、幸せをね分かち合いたいっていうのが一番でございましてね。いやいや何言ってんの、グラスにね、もしもグラスに、あまりお飲み物がないっていう方はね、何も遠慮するなよ、自分のお金で飲みなさいよね、ありがとうございます。大丈夫ですか皆さん、ね、皆様それでは、ご賞味願いたいと思います。今日わざわざこうやって足を運んでくれた皆様の幸せと、今日演者のこの3組がます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 っていうか、ほんの少しでいいんで飛躍できますようにということもね、願いまして乾杯したいと思いますが、よろしくお願いします。乾杯。ありがとうございます。いやいや、多分春木堂バンドはね多分ね飲みすぎじゃないかな、大丈夫かな、大丈夫。そうそう、あとでね、あとでも思いっきり出てきますからね、皆さん本当にね最後楽しんでもらいたいと思いますよ。それでは今日は僕はあと何曲か、あと何曲しか歌えないな、あと10曲ぐらいか、長いな、おい。I need
せたかったのに今夜答えが知りたい今はこのまま帰りたくないそうあれはきっと幻行くあてのない偽りの恋心は乱れても燃え盛る黒いバラ咲いた花満たされるままに咲き乱れる恋の花あなたの心を狂わせる悪の花腕に抱かれて軽いステップ踏んで今夜踊る夢見るように酔いに任せてワイングラスの中に恋を浮かべて一人踊る夢見るように夜に任せてそうあれはきっと幻行くあてのない偽りの恋心は乱れて燃え盛る黒いバラ私の心の片隅に咲いた花満たされるままに咲き乱れる恋の花あなたの心を狂わせる悪の花ありがとうございます。今日は金之助なんか雰囲気違うねって思ってる方、いや見た目は変わらんけどね、やっぱりこう今回は全国ツアーほんとこう回りながらね、であと2つもう今日入れてあと2つなんですよ。11月も、明日30日はですね刀の方でやって、まあ、終わりになるわけでございますからね、12月もうどこも行かんこうと思ってるっていうか、あの12月の10日、12月10日はですね今度あの神戸の方からですね金之助のファンクラブを、20名ほど本当呼びまして、沖縄に初めて来るって方をねほとんど呼びましてね、そのツアーで、ぜひともあの金之助もっつってとこでね来てもらいたいなということでね、もうあとね1週間後ぐらいですかね、2週間後ぐらいかな、分からんけど、もう12月10日、モッツの方でまた、ワイワイと盛り上がって、あとはもう僕は冬眠しようと思っておりますが、で、また金之助って言っちゃうと、今日はわざわざ名護の方から僕の歌が大好きな、方が来てくれましてね、久しぶりだななんて、あれ、そういえばこの間だったねなんていう、話でしたけど、今日はその歌もね、大好きだって言ってくれたこの歌も歌ってみたいと今日思いますよ。静かにセペア色の日に、僕は手にと見覚えある君の
癖のある小さな文字がやけに懐かしくて、君がこの街を離れて5年の月日が流れ、元気ですか今でも僕の歌を思い出す、君は夢を都会の空に描いた、胸弾ませてあの日駅まで見送った、君の後ろ姿を止める勇気も力もなくて、それだけを覚えてる。二人待ち合わせた公園、いつもの指定席、照れくさそうに手を振りながら君が駆けてくる。時間だけが通り過ぎ、二人の邪魔をして、もう少しこのまま二人こうしていたいのに、君は夢を都会の空に描いた、胸弾ませてあの日駅まで見送った、君の後ろ姿を止める勇気も力もなくて、それだけを覚えてる、それだけを覚えてる。ね、俺なんか知らんけど今日も3時間ぐらい歌ったんじゃないかと思うん でございましてね。いやーありがとうございます。今日はでもね、本当東京からこうやってね来てもらってっていうかさ、まあ、沖縄を、まあね、初めてっていうね、彼女なんかも初めて来たんだっていう、そう沖縄を見てもらう、そう沖縄をね感じてもらうっていうのがね僕の本当夢だったんでね、やっぱりこうやっていろんな方が来てくれて、ね本土の方が来てくれてさ感じてくれたらいいのかなと思っております。もちろん明日もあるんでね、明日も明日でまた頑張りますけどもね、最後までその春木戸バンド楽しんでもらいたいと思いますが、もう一曲それじゃあ僕はこれ一曲と歌ってお別れしたいと思います。それでは魚と中年ってやつを歌って お別れしましょう。ありがとう金之助でした。
足登って行くだけさ。坂の途中で風に雨に打たれ、自分の弱さと力のなさを噛みしめながら、大声で叫んだ自分に悔しくて、それでもそれでも歩いていたさ、涙をこらえながら、金之助でした。また続きは春木亮バンド続きますんで、最後までよろしく。